疲れ様です。ノーズダイブチャンネル、あ、ノーズダイブチャンネル林です。すいません、久々なんですけど、ちょっと上げてなかったですね。申し訳ない。疲れた。最近ゲリラ豪雨がえぐいで、局地的やし、今日9月3日かな、今日土曜日なんですけど、東大阪の方でめっちゃ降ったわ言うて、こっち全然、現場はあの吹田の方やったんですけど、全然降ってなかったんですよ。めっちゃ降ったみたいで、だから最近の雨の降り方がようわからん。で、台風11号が今沖縄に来てるんですね。もう来てるんか。なんで皆さん、沖縄の方とか九州の方の皆さんね、もう命を守る行動をとってください。絶対に毎年のことなんでね、沖縄の方ってほんまに毎回受けてるから慣れてはる、まあ慣れへんでしょうけど、自然災害なんで。せやけど、ね、どういうルートで行ったら避難所に一番近いとかはね、皆さんも大体分かってはると思うんで、すぐにね、避難所行って、避難生活、もうね、コロナ禍やからしんどいでしょうけど、まあ命を失うよりかはっていうことなんで。で、大阪って意外とその台風の被害とかが、まあある時はあるんですけど、少ないんですよね。台風なんだかんだそれる大阪って。そやからあんまりそんな物ごっつい台風追ったことないんですけど、まあ今回の台風なんかすごい勢力が強いんかな。なんで、火曜日あたりは大阪に一番近いって言っても、まあそれてるんですけど、ね、なんか台風の円の右側にある地域が危ないって聞くんでね、今の進路予報やと、今のとこやと、右側の方に入っとるんで、ちょっと大阪も来週は大変なんかなとは、まだ分かんないですけどね。なんで、ちょっとね、大阪とか近畿の方もそうやし、四国も中国地方もそうですけど、まあ、関東っていうか、もう日本全国ですけど、気をつけて。で、俺らもそうなんだけど、俺らっていうか、俺はそうじゃないけど、メンバーでも、てっぺいとザキが特に、サーファーってなんか知らんけど、まあ、台風来たら波上がるって分かりきってるんですよ。風強いから。ぐっちゃぐちゃやけど。それをめがけよるんですよね、サーファーって。やめとけて。もう、いくら頑張っても、自分の力以上の波に襲われた場合、もうどうしようもないから。だから、俺はその台風が来てる時にあいつらに誘われても、俺は行かないんですよ。てか、お前らも行くなと言うんですけど。危なすぎる。で、やっぱ台風シーズンでね、サーフィン、台風が来てるとき、台風の影響下、勢力下にあるときに、やっぱサーフィンって、なんか事故というかそういうのもあるんで、サーファーの皆さんもね、そんなん分かってるわっておっしゃるんかもしれませんけど、分かってても死ぬやつはおるんですよ。台風のとき。ベテランでもそうなるんですよ。で、分かってるわっていう人ほど、そんな、めちゃくちゃ、分かりきってる人じゃなくて、俺やったらいけるやろっていう、よう分からん根拠を持ちはるんですよ。無理やて。賢いサーファーってみんな行かないんですよ、そんなとき。行ってる人はアホっていうか、まあ、ちょっとおかしいですよ、それを。自然には絶対勝てないんです。どう頑張っても。特にサーフィンなんて自然の力を使ってのスポーツですからね。自然の力が強すぎた場合、そりゃ死ぬわっていう話なんですよ。サーフィンせんでもね、台風で亡くなってる方とかいてはんの。なんでより危険な方行くねんっていう感じ。俺からしたら信じられんすよ。ザキとかデッペとか、あとテルとタケ、もし、そんなタイミングで行こう言ったら、しばけます。あいつら、
家族おるし、そんなんやらしてあかんし、それでも無理に行った場合は俺にはどうしようもないけど、でも行こうやっていう連絡が入り次第俺はやめとけと言うつもりです。絶対に俺が行ってね、一緒に行って行けるやろうとか言って、あのサーフィンやって何かあった場合責任取られへん。おのれ一人で行ってね、俺らにもう言わずに、おのおの一人で行って何かあった場合はもうそれは自己責任なんで、しゃあないですけど、何か言うてきた場合は絶対止めますけど、台風来てへん時の波でもね、頭オーバーとかなったらしんどいのに、怖いのてな感じで、ちょっと台風が来てるからサーファーの方がね、でっかい波取れると思って行かはるようなシーズンに入ってきてるんですけど、やめときましょう、おとなしく、家族を守るなり、家族と一緒に過ごすなり、またたまにはね、もう台風来てねがどこも行かれへんやんけっていう感じになったら、もう避難経路探しましょう。どこに行ったらいいんか、防災マップとかあるでしょ、そういうの見ましょう。俺はだから近くの学校がその防災区域というか、何かあった時は避難所ですよっていうのがあるんで、そこ知ってるんですね。若い方は特にね、そんなんあんまり興味ないわっていう方がいてはるかもしれませんけど、これを機にぜひ見ときましょう。なんでまあ久々にね、動画上げて、なんでこんな話してんねんって感じなんですけど、まあ、台風なんで、台風シーズンはやっぱね、気をつけて、ほんまに影響がない時とか、多少のね風が強い日ぐらいやったらいいんかもしれないです。でも台風でめちゃくちゃえげつないことになってるっていう時に行くのはやめましょう。それはもうそういうことがあるたびに、やっぱサーフィンって危険なスポーツなんやなとか、地元の方とかがね、そういうふうに海で亡くなってんねんから、海でサーフィンやらすのやめようっていうことになることにつながることもあると思うんです。サーフィンできるポイントが余計に減る。みんなで楽しく、迷惑かけずにねやってたら、もっとサーフィンできるポイント広がると思うんで、なんで危ない日に行くのはやめましょう。で、行ける日に行ったら、ね、その場所に敬意を払って楽しんでサーフィンしましょう。で、サーフィンど素人の俺が言ってます。すいません、生意気言ってますけど、命を守るっていうことに関してはね、みんな平等なんで、その上手いも下手も、上手い下手あるんかもしれんけど、誰がどうとか言うわけじゃないですけど、その、まあ、みんな同じぐらい自分の命を大切に、家族の命を大切に考えていきましょう。ってな感じですかね。何の話やって感じかもしれませんが、今日はこれぐらいにしときます。この話でおしまいです。今日は。すいません。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。まだまだね、暑い日プラス台風シーズンが来てますんで、気象情報に注意して、台風が来てるときはどういう経路をたどるんやろうなとかね、こまめに見てね、あんな1日とか何時間かでまたずれたりするんで、そういうのを見持って、危ないなと思ったら早めにね備えておきましょう。で、もし台風の影響でどこも行かれへんなってなって、家で暇やなってなったら、ノーズダイブの動画、サーフィン動画、ノーズダイブの穴、あとゲーム動画の方見てもらって、見てもらってっていうか、見てください。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、インスタグラム、TikTok もね、やってますんで、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。それではまた後日、皆さんが台風で無事、台風でちゃう、ごめんなさい。皆さんが台風をね、無事乗り切って、後日、またこれを見ていただけることを祈ります。たどたどしい、あれですけど、すいません。それではまた。
後日お会いしましょう。さよなら。